感じでーす。今日はね、2回目のライブなんですけども、ファンキーな曲をたくさん持ってきたんで、ウキウキしてハラハラしてドキドキしてワイワイしようぜ。カモン。せーの、軍曹です。軍曹。せーの、軍曹。
ソーです。ポンチョ、せーの、ポンチョ。グンソーです。ポンチョ、せーの、モタモジャ、ニョニーです。ポンチョ、せーの、モタモジャ、ニョニーです。ポンチョ、せーの、モタモジャ、ニョニーです。
ラーの開始全部切ってもらっていいですか。はい、あれ、あ、そっか、なんかね、鶴っていう、バンドはなんか昔はね、アフロの3人組だったらしくて、っていうか、だったんだけど、まあそのうちアフロ取って、今活動してるって感じで。俺はずっと鶴好きで、鶴やるってなった時、多分嫌だって言うと思ったから、アフロやめよう、やめろっていうか、アフロ言い出さなかったの。言い出さなかったら、軍曹がアフロやらないって言ってきて、えと思って、いや、マジかこいつと思って、俺もな、やらないだろうなと思って、うん。で、アフロが、俊也がアマゾンで買ってくれて、届いてつけてみたら、なんか、大阪のおばちゃんみたいな、ブッダみたいな。俊也めっちゃ似合ってるよね、なんか。シーアめっちゃ似合ってない？シーアって軍曹もだけど、シーアなんかおばちゃんみたいなの。あれ準備できた軍曹。早いな。何だっけ？あ、そうだ、あれか。次はね、ちょっと待って、目が難しい。もう何も本当はこれ越しで弾きながらみんなの顔見てるんだけど、みんな 見てる？俺が見てんの見てないよね。まあいっか。次の曲は鶴の曲じゃないんだけどね、みんな知ってる曲をやります。だからみんなも歌えるってことだよ、要するに。みんなも歌えるってことは歌ってほしいってことだよ、要するに。ってことはみんなは歌うんだよね。準備いいですか。太一歌えるかな。太一歌える？わかんねえな。いきます。せーの。小さな幸せ、君と
次で最後です。
いいかな。次で最後です。次にやる曲がね、ソウルメイト今夜っていう曲をやるんだけど、鶴がメジャーデビューしてしばらくして事務所にも辞めてインディーズやってるんだけど、そこの出してる CD のレーベルの名前がソウルメイトレコードっていう名前なんだけど、ソウルメイトってどういう意味か知ってる？徳武、英語コースといえばなんか親友っていう意味らしい、心の友みたいな。それないと来ない。誰やねんよ、やめろお前、学校やめろ。で、まあ、大きな括りで言っちゃうとね、ソウルメイト、形容みたいな部分があるじゃないか、あるじゃないか、みんな友達じゃないか、友達じゃないか。もっと局所的なこと言っちゃえば、もうソウルメイト春来じゃないか、もう春来じゃないか。もっと言っちゃソウルメイト教室、もっと言ったらソウルメイトカバオとかなっちゃうかもしれない。なんかもっと言っちゃうとなんかソウルメイト誇りとかなっちゃうかもしれない。いやそんなわけでソウルメイト教室、ソウルメイト春来ってことで、明日明後日ね、まだライブハウス戦が残っていますので、楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。いやでもないんだもん、何もレスポンスが。楽しんでいきましょう。今声出さなかったやつは明日来るな。ということで、ソウルメイト今夜やります。つるちゃんずでした。ありがとうございました。I'm not afraid to die.
一人で遊んでる。